次の春、私たちは卒業する。私、スイーツを封印する。アロマとかそういう方向？いろいろ考えたんだけど、それってやっぱり趣味なんだよね。つまり私にとってのスイーツってその程度だったのよ。スイーツに申し訳ないやら情けないやら。みんなはちゃんとやりたいことがあって、私はそういうのないから。カオちゃん、私たちで力になれることってないかな？迷惑かもしれないけど、それでもみんなの気持ちをのりえちゃんに伝えちゃダメかな？お？小さい頃からずっと大事にしてきた夢だろう。スイーツたちとか意味わかんねえんだよ。泣いてるのに。いっぱい悩んで考えたカオルちゃんの思いはきっと届くから。きっといつまでも、いくつになっても忘れない。高校最後の夏休み、玉浦卒業写真第2部、響き。限定ブルーレイも同日発売です。